事故発生現場、グランビル鉄道事故は、1977年1月18日、ニューサウスウェールズ州、グランビル駅付近において発生した鉄道事故で、オーストラリア最大の鉄道事故である。この事故は、シティレールウェスタンラインの通勤列車が、グランビル駅直前で脱線し数百メートル暴走、コンクリート製湖線橋の橋脚をなぎ倒して停止した。 ところへ橋脚を失った橋が自長に耐えきれず、落下して車両を押し潰し、死者83人、重軽傷者210人以上を出す、第三次となった。マウントビクトリアを6時9分に出発した、同駅発シドニー領の通勤列車は、グランビル駅到着直前の8時10分ごろ、突然編成戦闘の機関車の左前輪が脱線し、連結されていた客車も順次脱線した。 脱線時の衝撃によって、客車の1.2両目をつなぐ、連結器が破壊され、編成から分離した機関車と1両目の客車が線路と直角に交差する形で架橋されていた、ボールドストリート陸橋の橋脚をなぎ倒しながら、数百メートル暴走し、機関車と客車の1.2両目は橋を通り抜けた位置で、3.4両目は、ほぼ橋の真下で、残りの車両は、橋の手前で、 それぞれ停止した。橋脚に衝突した際の衝撃によって一両目の客車は車体がほぼ半分に避け、八人の乗客が死亡した。さらに衝突の直後、橋脚を失った橋上構造物が、自重や橋上の車両の重量に耐えきれず、ほぼそのままの形で、直下の三両目後方と四両目前方両上に崩落、乗客もろとも車両を押し潰した結果、 3.4両目に乗車した乗客の多数が即死した。救助作業は難航を極め、車両の損傷が著しかったことに加えて崩落した構造物の除去に手間取ったことから、損傷した客車の車内には生存者が多数存在したものの、事故後長時間にわたって車内に取り残される状況が続いた。また、救出された乗客についても体の一部が、 車体などに挟まれ長時間圧迫されていたことから、体内に堆積したカリウムが圧迫から解放されたことによって心臓などへ一気に流れ込み、高カリウム血症を引き起こす座滅症候群を発症したことによる死者も発生した。事故後、ボールドストリート橋は中間に橋脚を用いない形で再建され、同様の形状の橋は橋脚を補強することで対応された。 事故の原因は、軌道が非常に不安定な状態であったことであると結論付けられ、線路が正しく固定されていなかったため線路幅が広がり、機関車の左の前輪が脱線したと判断された。また、この固定強度不足については、補線作業工程の手抜きに加えて、補線要因の高い離職率が深く関係していると、された。その後は、鉄道整備費を増額して、 安全確保の充実を図り、保線作業を厳密に実行しているため、オーストラリア国内では、本県以上の事故は発生していない。ありがとうございます。